最近謎解きにハマってるんですけど。そう、めっちゃ言ってるんじゃないのそれ。めっちゃ言ってる。めっちゃ言ってる、本当に。めっちゃ言ってるよね。めっちゃ言ってて、うん、あの、お家でやる謎解き、うん、にハマりまして。あ、なんかこの前コヨットやってたやつ。そう、キット買ってさ、家でやるやつ、うん、うん、あれをね、あの、休みの日とかでやってる。一人で、ね、あ、一人でやることもあるし、ホロメンとやることもあるし、うん、って感じ。へぇ、え、なんでミコはさ、謎解きに誘わないの、うん、あー、なんでだと思う。え、え、なんでだと思う。なんでなんでなの。いや、でもさ、今度一緒に行くじゃんね。あ、行くけど、でも誘われたことはある、何度か。でも、それは、毎回あんたは、あの、欠員が出て、欠員が出たから、行かねっていうパターン。致し方なくね。しかも、もうこいつしかいねえな、みたいなね。最低だよ。それ、隠して言うんだよ、普通は。人の扱いをしてないですよね。だってさ、いや、じゃあ、みこち。はい。言っていいんですか？本当のことを。いいよ。なぜみこちを一番に誘わないか。なんで？なんでなんで？それは、うん、対象年齢ってあって。キモい。キメ。謎解きには対象年齢があって。キメ、今それコメント見て言ったんだの。12歳以上なんだよね、推奨が。決め、決めな。ニコッチは赤ったんじゃん。死ねー。死ねー。謎解きね、なんかそばちゃんともさ、この前、うん、焼肉行ったの。で、うん、その時になんか、ホロメンめっちゃ言ってるよねみたいな。スマちゃんっぽいよ。そう、いいよ。話してて。え、そうだよね。え、スマちゃん行ったことあんだって言ったら、え、ないないない、まだ行ったことなくて。あれ、そう、なんか誘われたんだけど、うん。なんか、あの、タイミングが毎回合わないって言ってたよ。そうだ、確かに。人数揃えないとできないからさ。あ、そうなんだ。何人からなの？まあ少なければ全然 2,3 人でもいけるんだけど、うん、多ければ6人とか必要だから、全員のスケジュール合わせるのが難しいんだよね。そうなんだ、大変やね。大変よ。謎解きみこ得意だよ。本当？うん、あんまやったことないけど。まず入門編やりな。貸してあげるよ、入門編を。デレレン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